皆さんこんにちは、ジュゴです。ということで今回もウィニングレベルアプリ2021 2月10日に追加されたアイコニックのレベルの比較やっていきたいと思います。はい、ということで、こちらの動画はパート2になります。今回は攻撃的な選手を紹介していきます。前回こちらの動画で守備的な選手ネスタをはじめ他2名の、ね、選手も徹底的に比較してますので、興味ある方はそちらも覗いてください。概要欄に URL 貼ってると思います。はい、ということで今回も3名紹介するんですけど、ラウル・ドログバは結構個人的にもプレーを見ていた選手でもあるのでかなり魅力的に感じますし、まあ、サリハミジッチ選手は名前は聞いたことあってあまりプレーは見たことないんですけど、かなり特徴的な能力データになってますので、その辺も注目してみてください。似たようなタイプの選手との比較なんかもしていきますので、今後獲得のね参考にしてみるといいと思います。ということでやっていきましょう。はい、まずはサリハミジッチいきましょう。バイエルンアイコニックとして、9人目ですかね、登場することになります。こちらの選手なんですけど、まあ、サイドハーフ登録で B2B ということで結構珍しいタイプですし、B2B なんですけど真ん中のポジションは一切できませんので、まあ、その辺プレイスタイルの8のポジションが限定されるっていう感じですね。あとは適性も特徴的で、アーセナルのピレス感もあるんですけど、まあ、両サイドは一応できたりするんですけど、まあ、サイドは限定的といったところになります。で、能力はというと結構バランス良くて、サイドハーフの選手らしく、まあ、スピード、瞬発、スタミナは完成としていたりと非常にバランスいいですし、あとは得点感覚にも優れていて、なおかつ体も強くてフィジカルは89、あとはディフェンス能力も比較的高い、なおかつ守備スキルも非常に揃えてますので、サイドバック起用なんかもハマりそうですし、まあ、プレイスタイルを発動させるサイドハーフもいいですけど、攻守にわたって本当活躍してくれそうな能力値になってますね。はい、こちらの選手誰と比較するか非常に悩んだんですけど、まずは無印で、サイドバック起用される方もいると思うのでそちらから見ていきましょう。まあ、サイドバック起用する時のポイントで言うと、どちらかというとこのサリハミジッチ攻撃的な選手なので、まあ、その辺の部分はかなり強みになってきますし、まあ、この中でも高い部類ですね。ただ守備面に関してはスキルは結構互角なんですけど、能力的には他が本当ぶっ壊れたちなのでちょっと部が悪いかなという感じですね。ただスピード瞬発も他の選手と負けていませんし、フィジカル面も本当欠点ってなるほどかなり低いこともないので、守備面だけ能力ちょっと気になるところですよね。他の選手に優先的になってくるのかなという感じはします。はい、続いてはサイドハーフ起用でプレイスタイルの B2B が発動する選手で考えるとこの4名になると思います。能力的には攻撃面はちょっとベッカムが抜けてる感ありますけど、まあ単純な能力で攻撃面に関してはネドベドと同等クラスではありますね。ただスキルに関しては本当ネドベド、シュートスキルもワンパススルーパスもしっかり揃えてますので、スキル面考えるとちょっとネドベドに分があるかな。ただスピード以下の項目見ていただくと、まあ、フィジカル、スタミナ、ディフェンス能力含めて非常にレベルが高いですし、あとはスキルもしっかり守備面揃えてますので、まあ、攻守にわたってって考えるとサリハミジッチはありかなといったところです。ベッカム以外は両サイドハーフもできますので、サイドハーフがあるフォーメーションを使っているという方にとってはかなりいいのかなと思いますね。まあ、ベッカムだと右だけとかになってしまうので、両サイドできるっていうのは非常に特徴的でいいのかなと思います。はい、続いてドログバ行きましょう。ドログバラインブレーカーで今回来てくれたの非常にいいですね。まず目につくのはやはりフィジカルジャンプがカンストということで、まあ身長の高さもありますし、圧倒的な空中戦の強さ、ラインブレーカーで、スピードもね90ありますので、スピードも悪くないですよね。得点感覚に優れてますし、シュートスキルも豊富に取り揃えています。まあ、ちょっと気になるところで言うと、パス数値が若干低かったりとか、あとは瞬発がね82ということなので気になるところもあるんですけど、まあ、圧倒的な体の強さを生かしたラインブレーク、当たり負けしない空中戦の強さ、その辺を発揮してくれるんじゃないかなと結構ワクワクしますね。はい、こちらもねちょっと誰と比較するかいろいろ悩んだんですけど、大型ラインブレーカーということで、まあ、その辺のアイコニックタイプと比較していきます。まずはラッシュフォードなんですけど、ちょっと相手が強すぎましたね。まあ、先ほど言うの忘れてましたが、ドログバアクロバティッククリアを持ってるんですよね。昔カバーニがアクロバティッククリアを持ってるで結構有名だったんですけど、それ以来フォワードの選手でアクロバティッククリア見ましたね。まあ、ラッシュフォードとの比較で言うと、足元やスピード中心に非常にね分が悪いところではあるんですけど、フィジカル13違いだったり空中戦の部分なんかはドログバの強み発揮できると思うので、本当空中戦の強さラッシュフォードにはね勝てる要素もあるのかなという感じですかね。はい、続いてはリバプールトーレスとの比較です。こちらもスピード瞬発足元なんかはトーレスに軍配が上がるかなという感じ
じで、ただこちらもフィジカル16違い、あとはジャンプなんかも非常に違いますし、空中戦の強さはかなり発揮しますよ。オフェンスセンスも2高いということで、まあトーレスとは本当特徴がね、それぞれあって、まあどちらも使い方によってはかなりハマる選手かなと思いますね。あとトーレスミドルシュートや無回転シュートだと持ってませんので、その辺も強みになるかもしれないですね。最後に神々の争いを見ていきたいと思うんですけど、まあちょっとドログバ補正がない状態で比較しているので、ちょっと分が悪い部分もあるんですけど、まあその中でもキック力、ジャンプ、フィジカルなんかはトップ数値も取れてますので、いい感じですよね。この辺の強みとは、やはりこの中で比べてもアクロバティッククリアだけはちょっと異質感もありますね。CF 起用優先順位もね、つけようと思ったんですが、誰使っていいのか分かんなかったので、その試合の調子次第で変わるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今回の動画最後はラウール見ていきましょう。ラウールに関してはコンシューマー版のイベントのね、特典としてね、配布される予定なんですけど、それよりも能力がちょっと強いラウールが来たということで、これは今後どうなるのか楽しみなところで、向こうが ST でこっち CF 登録なので、その辺もちょっと違うのかもしれないですね。デコイランのアイコニックということで初登場かなと思ったんですけど、岡崎選手がデコイランでね、すでに登場していたようです。補正なくてもオフェンスセンス、決定力カンストしますし、足元は非常に高くて全て90超えてきます。グランダーパスも85あったり、スピード瞬発も90弱、まあ、フィジカルなんかも最低80ありますし、ボディコン、スタミナ圧倒的で、コンアンが8優秀ですね。スキルもシュート系中心にいろいろ揃えてますよね。コンカやコントロールループなどもしっかり持ってます。あとは適性も広いので、デコイランが苦手な方はいろいろプレイスタイルを外すポジションなんかでも一応使うことができそうです。はい、ということでやはりデコイランといえばミューラーということで、そちらと比較していきたいんですけど、まず能力で言うとパスだったり、あとはセットプレー系、フィジカル面、あとはディフェンス面、この辺が大きく下がってはいるんですけど、スピード瞬発はじめ得点感覚はやはりミュラーよりもラウルの方が高いということなので、その辺の特徴と、あとはスキル面見ると、シュートスキルが多いラウルに対して、ミュラーはスルーパスとかチェーシングとか、ラウルが持っていないスキルもね、いくつか持ってますので、その辺も個性が出ていいのかなと思います。まあ、もちろん利き足が右と左でね、ちょっと違うところはあるんですけど、まあ、適性も CMF ぐらいの違いしかありませんし、まあ、どちらも特徴的で、デコイラン好きには、まあ、どちらかの選手を使うことになると思うので、かなりハマると思います。まあ、一応ラウルは B 固定で、調子はね、安定すると思うんですけど、まあ、ミュラーもリーグ戦があれば、おそらくライブアップデートね、安定してくると思うので、まあ、その面見ても、ライブアップデート互角かなといったところですよね。デコイラン持ちの選手と比較していくとこんな感じ。まあこの中で比較してみても、得点感覚は圧倒的なものを持ってますし、スピード瞬発もほぼ横一線ですし、まあフィジカルに関してもちょっとパトリックシックが抜けてる感はありますけど、ほとんど横一線なので、ほんと得点感覚の部分だけ、あとはシュートスキル含めて、その辺はかなり、ここで比べても抜けてるかなと思うんですけど、ちょっとデコイランで気になったのが、みんなチェーシングを持っていて、ミュラーも一応チェーシング持ってたんですけど、そこは特徴的なプレイスタイルなのかなというところと、あとはスルーパスやワンパを持っているパトリック・ジックス、サンチェス、フィルミーノ、まあその辺パス数値もね、少しラウルよりは高めなので、その辺に魅力はあるのかなといったところですね。ただ得点感覚は非常に優れているので、個人的には CF で起用するなら積極的に使いたいかなといったところです。はい、ということで今回2月10日に追加されたアイコニック攻撃的な選手3名紹介していきました。いかがだったでしょうか。まあ、この選手たちがまたね、いつ出てくるのか非常に楽しみなんですけど、まあ、どの選手も特徴的で結構有名選手ばかり集まりましたので、本当思い入れのある選手をね、取らないといけないって感じなんですけど、またこの選手たちがね、いつ出てくるのかっていうのは毎週のアイコニック予想なんかもやってますので、そちら確認していただいて、まあ、なんとなくこれぐらいに来るんじゃないかなというのをね、紹介してますのでチェックしてみてください。はい、ということでこちらのチャンネル、このようにアイコニックのレベマの比較だったり、週刊 FP 関連の動画だったり、その他ウィニングレブン、e フットボール情報も随時紹介しておりますので、興味ある方はぜひチャンネル登録などよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。